世界の頂点に立ち栄光の座を走り続ける広坂正美、その天才的ドライビングテクニックは数々の世界タイトルを支柱にしている。1994年ドイツで開催された10分の1世界選手権はチャンプ正美、メカニック父正明、チャンピオンメーカー横浜にとって新たなる世界挑戦のステージとしての幕開けとなった。10分の1オンロードという新しいカテゴリーへ、クロスモデル YRX で製作、メカニック、ドライビング、いわゆる三位一体での挑戦。世界の強豪を相手にコンマ1秒競うワールドレース、そのマクロの戦いを正美のドライビング、父正明のチューニングが制するか、目標はあくまでトップ。キャンプ正美が新たなるカテゴリーへのチャレンジャーとして指導を見せ始めた。広坂正美、広坂正明親子の新しい挑戦。プロジェクトは1994年静岡ホビーショーにおいて発表された YRX とネーミングされた10分の1 EP オンロードレーシングカーで、7月ドイツにおいて行われる世界戦に出場というこの試みは、新しいカテゴリーへのワールドチャンピオンメーカー横浜の挑戦。そして広坂正美個人においては EP オンオフ全クラスのワールドタイトルへの挑戦となる。今回ドイツで開催されるワールドレース会場となるヨーロッパタイヤサーキット、この高速サーキットを想定し、国内でのテスト走行は静岡県浜北ホビーに決定。この大きなサーキットで YRX の高速性、ドライブフィーリング、セッティングのテストが始まった。テストには静岡ホビーショーに出展されたモデル、そしてテスト前日にグラスファイバーから切り出し組み立てられたニューモデルの2台が持ち込まれる。いずれもタイトなボディとアッパーデッキ、フロントにショックアソーバー、そしてショックセービング機構、リア周りはマグネシウム製モーターマウントを U 字型プレートで回し、シャーシにコネクト、 V 型配置のオイルダンパーで支える。設計から改良を重ね完成された横浜スタッフの集大成のプロトモデルである。行きましょうか。世界戦開催までわずか1ヶ月半、今日のテストで車の方向を煮詰め、まずは2週間後のプレ世界戦に挑むことになる。多忙なスケジュールの中で行われたテスト走行は慎重に、また数多く走り込むことから始まった。テスト走行のポイントは YRX をマサミのドライブフィーリングにいかにマッチさせるか。走り込む中でマシンの状態を正確にメカニックの父に伝える。彼の注文に対し一つ一つマシンに手を加え、セッティングを理想のドライブフィーリングに近づけるためのテストが進められる。マサミはリア周りのグリップに対しては合格点を出すが、コーナーでのアンダーステア、特にステアリングの初期反応に対し厳しく多くの注文を出していく。コンマ1秒を競う世界戦では単なるスピードだけではレースを制することはできない。スピードに加え安定した曲進性と
鋭くコーナーを攻め、前走者を抜くセッティングがより重要となる。そこで逃げてると思うね、まず。それと結構ホイールが柔らかいせいか、こんだけ動くね、コーナーリング中に。それと、内側のタイヤのキャンバーがすごい変化するやん。内側な、キャンバーがこう、変わるやんか、うん。そうすると、コーナーの時に、すっごい寝てしまうの、内側が。で、内側はもっと立ってた方がいいと思う。この変化が大きいと思う、他の車に比べて。この辺で逃げてしもてんのちゃうかな。だから踏ん張りをもっと効かせたらいいんちゃう。曲がり具合は結構曲がるわ、これ。ただ曲がるまでの途中がすごいあやふやねん。逃げてるって感じやな。それ逃げてんやけど、コーナーリングの時のは一応曲がってきたらもうそのまま曲がっていく。全然曲がらなくて、これさっきのテンエルと周り一緒ぐらいな。テストを重ね、セッティングの手を加えるが、マサミのフィーリング通りマシーンが動かない。基本設計か構造上の問題点か、マサーキ氏のセッティングの方向が定まらず行き詰まり始める。だから順番がめちゃくちゃになってる。どっかを決めてかからなあかんね。なんか混乱してきたな。触るとこがいっぱいあるから。そうやね。結果的にはもっと回らなあかんってことやな。そうやね。ただこれも逃げる、フロントが逃げるような感じがなければいいと思う。逃げるとなんか逃げとんねんな、フロントが。初期がないし、ハンドル切っててもタイヤが寝てしまってグリップが落ちてしまうような気がする。しっかり地面に常に設置してないような感じがする。ここで気分を変えて、チャンピオンマサミのトレードカラーであるファイヤー模様のボディを乗せる。次ちょっと何周か走ってフロント外して、あ、途中で、うん、ほんでまた途中で今度リアを変えるし、2回2つやるし。前回な、あ、何周ぐらい走る ?4 分で12、3周やな。12、3周。うん、OK。 やはりチャンピオンにはこのボディカラーがよく似合う。特徴の一つであるフロントショックアソーバーを外してみることにした。あ、良くなった。え？良くなったわ。良くなった？あ、こらよ。邪魔してたいな。あ、じゃあ次後ろ行くわ。あんまり飛ばしてないけど、結構ラップある。後ろは何触んの？後ろダンパー変えんねん。やった。あ、よかったや。まだ嬉しい。外すよくなるっていうのはいいよな。そうや、これベストやな。よう曲がるわ。
あ、ほんま。よかった。これでマサミのフィーリングに一歩近づき、一番の問題点は解決。卵を走ってますよね、ずっと。また4分ぐらいしか走らないの。そういうのに、そういうのに、ちょっと違い分からへんな。まあ分からへんなんだ、それでいいじゃん。でもちょっとなんか跳ねるような気がする。ちょっと低すぎ、柔らかすぎんじゃない。そうそうそう、うん、これフロント初期が良くなったらかなりいいと思う。ということはこのスプリングを調整していったら、それで楽に乗ったやん。楽に乗ったやん。セッティングの方向性が決まり、より細かな部分においてさらに一つ一つテストしていく。どのぐらい柔らかい？分からへんね。これから始まるっていう感じ。かなり柔らかい。かなり柔らかい。そのストロークをちょっと抑えてやる。硬いです。これがほぼ真ん中の硬さなんですね。早朝より始められたテストは夕方を迎え、バッテリーも残り1パック、最後のテスト走行。今日のテスト全ての結果をこの1パックにかけ、コースを攻める。ラップタイムをどんどん詰め、さらにコーナーを鋭く攻める。 5.44。 5.13。これ早かった。5.06。浜北コースでのベストラップ更新。インつけようになっちゃった。この結果、世界戦へのマシンの方向が決定し、ドイツでの2週間後のプレ戦、そして本戦に自信を持ってチャレンジできる手応えをつかみ、テスト走行を終えた。フランス・パリ郊外で行われた1/10世界戦、今日はファイナル。予選1日目、19位、予選2日目、9位、そして昨日の予選3日目が4位まで上がってきました。今日が最終日の決勝ですが、4番手からのスタートになります。最後の一周勝負になるかなと思います。だいたい今までのレースは10メーターぐらい逃げ切ったらもうそのままゴールするんですけど、今回の場合はここの湿度とか気温とか非常に高いので、多分バッテリーにしても非常に負担が大きいんだと思うんですね。だから省エネ走法をしないと8分が持たないということは、自分のベストな走り、ベストで飛ばした走りをしても通用しないんですね。一周は人より1秒ぐらい速く走るんですけど、7分30秒で止まっちゃったらもう全員抜かれちゃう。だから
1周ラップ1秒落とすぐらいのつもりで我慢して最後の1周まで持ち越せればっていうレースになると思います。レースで勝っても負けても汚いレースっていうかフェアじゃないレースしたくないんですね。だからできるだけクリーンなレースを今回したいと思います。 TQ グリッドは新生コラーリのデイビッド選手、2番グリッドはトリニティのマイク選手、3番グリッドはアソシエイティッドのケビン選手、4番グリッドはアソシエイティッドの広坂選手、5番グリッドはトリニティのジョンソン選手、そしてオスカー、マイク、マイケル、アンダー、ジョンと続いた。12分の1オンロードクラスは10年来アソシエイティッドがチャンピオンを守り続けたタイトル。しかし今年予選 TQ デイビッドのコラーリ、2位マイクのトリニティ、3位4位にケビン、マサミのアソシ勢が続いたものの、三つどもえの戦いとなった。デイビッド選手がホールトゥーウィンでまず1勝目。決勝1ラウンドでは予選から安定した速さを見せたデイビッドが圧勝した。しかし世界戦常に上位入賞のジョンソンとマサミ、そして予選2位のマイクら強豪の巻き返しが予想され、混戦の様子がうかがえる。スタート直後のクラッシュでマサミの車はボディがシャーシに入り込み、まっすぐ走ることさえ不可能でクラッシュを繰り返し最下位に。そしてデイビッドがまたもトップから一人抜け出し1位でゴール、新チャンピオンとなる。
この優勝でヨーロッパオランダのメーカーコラーリーが王座を守り続けたアソシエティブの壁を打ち破り、ワールドタイトルを初めて手中に収めた。さて、世界戦で毎回恒例のマサミのアトラクションである、もう世界戦ではすっかり名物、ワンハンド持ち、逆さ持ち、この辺りはマサミの独壇場。そしてなんと後ろ持ち、そして極めつけは足でのコントロール。ニャンヤの声援に応えるマサミである。レースより緊張しました僕は英明の決勝ラスト行ってきます。走りできるか、新しきチャンピオンデイビッド、そして今まで数多くのワールドタイトルを手にしてきたマサミ、二人の新しき伝説となるであろうレースが今静かに始まろうとしていた。One of our best stop called the car number one on this station. Masami Hirosaka en tête, suivi par Joel Johnson et la voiture numéro 3 de Kevin Jelich. T'as vu la voiture de Masami comme elle est super? Ouais. Putain, elle est lourde.
un des coincés parce que c'est neuf qui se dispute la troisième position et c'est très très serré entre ces voitures. Ah non, là, il a raté. Et la voiture numéro 9 vient de prendre la troisième place. Un gros acquis.数多くの競り合いの結果の接触、その時マサミの手は止まった。緊迫した競り合いを繰り返した末、マサミが抜け出し1位でゴール。ウイニングランではクラッシュ後の一瞬、マサミが無意識に取ったフェアプレーに対し、レースをよく知っているフランスの観客は惜しみない拍手を送り続けた。マサミ3位、ジョンソン2位、デイビッド優勝で幕を閉じた12分の1世界戦。しかしこれは来週ドイツで行われる10分の1での熱き戦いの前触れでしかなかった。フランスで開催された12分の1オンロード世界戦、成績は3位で終わったが、マサミ自身納得のいくレースであったに違いない。勝負をかけたファイナルレースでの一瞬のフェアプレー、観客の惜しみない拍手と声援がマサミをより大きく印象付けたフランス戦でもあった。レース終了後行われたバンケットパーティーでは、参加選手とスタッフが互いの健闘をたたえ、レースの成功を祝い、フランス戦は終了した。10分の1世界戦へ、日本人としてただ一人参加するためドイツに向かう。今日まで一緒に戦ってきた日本選手団と早朝別れの挨拶を行う。多くの日本食の差し入れを荷物に加えて空路ドイツへと向かう。1994年10分の1オンロード世界戦はドイツ東部旧東ドイツの国境の町
サンネバーグで開催された。会場は1ヶ月前、プレ世界戦が開催された日本のタミヤが所有するタミヤヨーロッパサーキット。プレ戦で優勝したマサミの人気は予想以上に高く、オーガナイザーをはじめ当地スタッフの大歓迎を受ける。今回世界選手権の行われるコースを実際に紹介してみましょう。ここが操縦台になります。非常に大きな操縦台で20名ぐらいは立てますね。ここで自分の好きな位置をチョイスして、これだけコースが大きいんで右に行くときと左に行くときとかなりコースの見栄えが変わると思います。一周約260m、ものすごく大きなコースです。そこからスタートして直線、ずっと直線があって大きな左カーブ、そこは少しバンクになってます。そしてまたストレートがあります。これだけで合計 100m50 ぐらいあります。そしてヘアピンカーブがあってS 字を抜けます。そしてまたストレート、そして今度右のヘアピンじゃないんですが、かなりスピード乗ってるんであそこもヘアピンになりますね。ヘアピンカーブを抜けて同じように S 字があって、そして直線でヘアピンを越えて一周です。先月にプレワールド前哨戦がここで行われました。その時には非常によく車が走ってまして優勝してますので、今回さらにセッティングが煮詰まってるんで、かなりいい走りができるんじゃないかなと思います。今回世界選手権の行われる時のコンピューターのシステムを一度見せてもらえるかどうか頼んでいます。Can I take a video? Okay. Maybe a before race is better for you. Könntest du den Dominik mitnehmen oder? どうぞ。Hat der Badesachen mit? Ne, Baden ging man. これはもうこっからレースを管理して、すべてここでコンピューターで計測して。Dann gib mal eine Info ab.今回一番の鍵を握る人、ケビン氏である。世界でも有数のアンプコントローラーメーカー、北京のオーナー。10分の1クラスは非常にスピードが速く、コントローラー、モーター、バッテリーにかかる負担が大変大きい。今までノバックを使用してきたマサミだが、今回初めてぶっつけ本番で北京のサポートを受けることになる。高速で走る10分の1オンロードクラス、空気抵抗を考えたボディ選択も重要となる。ドイツに持ち込んだ4台のボディの中から一番走りそうなボディを選ぶ。どれ使おうかな。これが良さそうだ。配線してくれてます。
北京オーナー自らコントローラーをセット調整する。高速コースに合わせハイポイントの調整、そしてより負担の大きいブレーキの調整は細かく行われた。Maybe maximum now. Yeah, try on here and you just adjust first. More? You can get more if you want. It'll keep going. I adjust it for the most you think you want. Okay. Try on tomorrow. Running. Okay. So we'll do that. Okay. Thank you. Thank you very much. If I think tomorrow is ready. Yeah, I think so. Yeah. I don't know. Oops. Yeah, he wants to try rain. So. Go in the rain. Yes. 翌日の天気予報は雨。今回ケビン氏が持ち込んだアンプコントローラーは全て本線用にスペシャルチューンされたモデルで、雨天用にはコーティングされていないもので数も少ない。壊れる可能性の高い宇宙の練習は、日本で雨天練習に使っていた防水コーティング済みノバックのアンプで行うことにした。徹夜でニューマシーンを組み込む正明氏、どれほどの戦闘力があるのか期待と不安の中、ネジを締め込む指先にも力がこもる。本戦用に用意されたプロトモデルは、フロントサスのショックアソーバーおよびサスアームのショックセービング機構が取り除かれ、この部分がボールでコネクトされ、フロント周りがすっきりとした形状に作られている。メインシャーシーは FRB からピュアカーボンに変えられ、カットデザインも全体的にワイドで、中央部のくびれが大きくなっている。ちょっと今、ぐちぐちで動いやすくないな。ちょっと音が高い。変わった。左右のロールめちゃめちゃ硬いな。左右のロールはお前、一番硬い。一番ハード。帰んのこれは。うん、いいの、テスト。一番良かったのそれでや。それが一番良かった。どん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 硬くなっていって、一番それなんで。ダンパーもうちょっとやります。うん、これちょっと硬すぎるな。12分の1に触ったから、偉かった感じ。なんかこの辺にはまりそうやな、なんか。でもそんなやね。あ、ほんまや。うん。それが一番今走ってんか。ああ。10にやってたから感覚が狂ってんの。小さい。見ただけでいつもあんまり走るそうもないんですけどね。走るといい、いいんです。組み上がったマシンにメカを乗せていく。シャーシーに合わせボディを慎重にカット。
そして本線用フロートモデル YRX の完成。僕にとってみれば日本でテスト雨しかできなかったんでちょうどいいかもしれないです。今タイヤのテストをいろいろやるんですが誰も練習してません。各チーム走行を見合わせる中一人雪を喜ぶ犬のようにはしゃいでテストを続けるマサミ。しかし決勝日もし雨が降っても決行のレース。データを取り続ける。雨天走行では水の抵抗は思った以上に大きく水たまりにマシンが突っ込むとスピンしてしまう。そこで実際にコース上水のたまる場所を目で確認。マシンの通るルートを探す。打った音がだ。この辺全然水がない。ここもアウト側通れば全然水がない。そしてイメージしたルートにマシンを乗せて走る。チャンピオンデイビッドをはじめ各選手注目の中 YRX は徐々にラップを上げていく。シリコンで完全防水のメカ類ではあるがやはり水には弱くトラブルが続出。昼過ぎになっても雨は上がらず走行を諦めた選手たちがサーキットを引き上げる。しかしマサミは精力的にレインセッティングを行う。この日最後の走行まで受信機1個アンプ2個を壊しプラクティス1日目を終わる。おはようございます。練習日2日目です。今日は多分晴れると思います。まだまだはっきりしない天気だが雨は落ちてこず路面はドライ。各チーム精力的なプラクティスを行っていく中限られた時間を有効に使うため2台の車を用意する作戦を取った。雨が降り続いた前日タイヤトラクション材のテストはできずプラクティス1回の持ち時間10分で数多く走り込み多くのデータを集めていく。
10分の1オンロードの魅力は何といってもスピード。高速コーナーやストレートでは空気を引き裂きマシンが走り抜ける。しかしそのスピードの速さからフラッシュ時のダメージは大きい。コーナーのパイロンにマシンを乗り上げると10メートル近くも飛ばされてしまう。15秒何秒ぐらいいってる今？15秒何本までいってる？8から7、7か、そんだけ出てるよ。この間も練習の時そうだったよ。練習の時に15秒4ぐらいで走ってたよ多分このコースってどっちかで車のセッティングっていうもう確かにそうだけど気合いやねん気合いでラップを 0.3 秒ぐらい変わるんですよ本当に。そうよな、そのアクリル練習した時絶対出ちゃったもんな。集中しないで、もうちょっと走るのも全然ダメだよ。考えて考えてこうね、次ここの辺でハンドル切ってとか。でも 2,3 回しか続かないんですよ、その集中力。後ろからカーッと詰められたりしたらやっぱり。あんまり焦んないです。このコース10メーターぐらい離れたらもうすごい離れてるんですよ。だからそのつもりで走ったらあんまり焦らないはずなんですよ。だから前の日よく寝れるかどうかにかかってます。なんかこのコースは路面が路面の温度が下がってくるとグリップが上がってくるんですよね。いつもなんか昼前になるとタイムが出ない。朝と夕方になるとタイムが出てくる。次チャンピオン走ります。わお、15秒2。やはりデイビッドのことが気にかかるマサミ、ラップを取り始める。15秒4。先週12分の1オンロード世界戦で優勝。その勢いに乗る若きチャンプデイビッド。コーナーのライン取りも素晴らしく、キビキビとした走りで周回を重ねていく。15秒0。これは速い。これは速い。あ、ダメだ。15秒3。よし。合格ですね。でも15秒0まで全然ちょっと早いですね。3分50秒。早い。15秒2ぐらいで走りますね、彼は。よし、もうちょっと上げよう。
早い。デビットが来たな。え？デビットが来ましたね。何分ぐらいで？15秒0。はい。ちょっとラップ見て。それと走行時間。一回ひっくり返ったけどな。だから一周増えてると思う。止めたから。ほとんど互角やろ。でも持ちはどうや。もう一周走らなかったよ。いや15周走ってるね。いや一周増えたんじゃん。パナソニックに帰ってきたら気せえへん。パナソニックか。いや多分今のやつやる。多分パナソニックは買えへん絶対。ただな、路面が良くなってんねん。タイムが出やすくなってんねん。そうかな。だってやっぱ抜いてもらわないとこうやる気が出てこない。ボーっとしちゃう。あんまり速すぎても困るんですよ、相手がやる気なくなる。ちょっと速くらい。デイビッドの走りに刺激を受けたか、まさに気合を込めてコースを攻める。横もオーナー横堀氏とともに、メカサポートの稲見氏、通訳の和人氏ら日本から力強いサポートメンバーが日本食とともに夜到着。全員一丸となってマサミ YRX の優勝を目指す。3日目、コントロールプラクティス。そして午後に予選1ラウンド目が行われる。昨日までのデータを全てマシーンに詰め込み、最後のフリープラクティスに臨む。コントロールプラクティスは予選を行う練習。しかし予選と同じくタイムは記録され順位が出される。レースはコントロールプラクティスを制することから始まる。
マサミはまず確実にこのコントロールプラクティスを1位で駆け抜けてくる。デイビッドも快調にラップを重ね、トップでゴール。自分のタイム、ラップ、そしてライバルたちのタイムを確認。いよいよレースの始まり。予選1ラウンド、コントロールプラクティスで一番のタイムを出し、予選1ラウンドから TQ を目指し、素晴らしい走りでコースを攻めるマサミ。15秒前半のタイムで快調にラップを刻み、すごい記録が出ると思われた3分半過ぎ、残り2周というところで急にスローダウン、大幅にタイムを落とす。予期せぬ出来事にチーム内にも不安の影が。ちょっと飛ばすぎ。どうやらバッテリーが良くなかったらしい。予選後行われたオープニングセレモニーでは、コンクールドエレガンスにおいて YRX が優勝、明るさが戻る。本戦を控え、幸先良いカップ授与にスタッフ一同気合も高まる。10分の1オンロードチャンピオンへの期待。